皆さんこんにちは、ベック専任講師の根本です。本日は全日制音楽講座の出身の講師の方、がいらっしゃいました。ありがとうございます。おめでとうございます。何回の受験になりましたか？2回になりました。1年目はどれぐらいだったんですか？1年目は総合点落ちて、全部基準点はいったんですけど総合で落ちてしまって、で今年2回目で受かる。卓越は結構高かったんですかね？卓越の点数高かったんですか？あ、でも基準点ちょっとくらいでしたね。趣味じゃんもお聞きしたいんですけど、もともと初めレッグを選ばれた理由は何かありますか？結構いろんな予備校さんを司法書士をもともと受けたいなって思っていて、大学生の時にいろんな予備校の、パンフレットとか取っていただいたりとかしてたんですけど、最初にもう手に取ったのがレッグだったんで、もうその時にそのまま電話して、司法書士の講座を受けたいって、お電話したらすごいスタッフの方が本当に優しく、答えてくださって、それでもうその場でもう根本先生の講座を受けるって決めて、レッグを選びました。ありがとうございます。受験期間中、一番辛かったことは何でしょうか？やっぱりコロナの中っていうのが本当にどうなるかもわからない時期があったんで、その延期するかしないかとか、延期した後もこのままモチベーションが続くのか続かないのかっていう、そういう時期がとても辛かったんですけれども、なんとか勉強はすごい楽しくできたので、なんとか乗り切ることができました。ありがとうございます。自分で自分の聞くのは何なんですけど、はい、私の講義で良かったところってどこだったでしょうか？やっぱり寸劇をすごいしてくださって、もう民法とか3人舞台例とかが出ると、もう1人で3人こう動きながらもう大声を出してやっていらっしゃって、すごいそれがやっぱ印象的で頭にすぐ入るような講座だったので、すごい楽しく、もう飽きずに聞くことができました。ありがとうございます。ではこれから司法書士を目指そうと思う方に何か一言をお願いします。やっぱり難しい試験だとは思うので、なかなか点数が上がらない時期とか、やっぱりもうちょっとっていうところでストップしてしまう人もいると思うんですけれども、続けただけ、点数が上がる試験だと思うので、ぜひ皆さん頑張ってください。ありがとうございました。